霞ヶ関格付けチェック。ワイングラスの代わりに紙コップで。ワイングラスの代わりに紙コップ。どうもガクトです。ガクトです。ガクトです。浜田です。よろしくお願いします、うん、何の話かよく分かってないと思うんですが、はい、あの中間くん実はね一回収録した番組があまりにもガチガチで緊張すぎて、はい、撮るだけ撮ったけどあのそれがボツになってお蔵入りになり、そして満を持しての登場する番組がよりによって私の思いつき企画ね、はい、時計も測ってないし、はい、思いつき企画が、はい、それがもう大体ね財務省ダービーって見てる、はい、見てるでしょ、はい、あの番組出ると霞が関歩けなくなるなるほど。僕まだ一回も歩いたことないですけれども、じゃあ大丈夫だってことで要聞き手仲間くんだろうと、はい、大丈夫かどうか分かりませんけど、はい、はい、でそれであの霞が関の官僚機構をで格付けするという、うん、もう財務省だけじゃなくて全省庁敵に回すという無謀な企画を、はいはい、考えてました、はい、でそれでなんか中間くんがいろいろアンケート取ってくれて、うん、その省庁がどういう風なイメージかっていうのを、ね、そうですね、格付けしていこうと、はい、僕の、まあ、ツイッターでですね、うん、皆さんに各省の、はい、まあ、イメージをお聞きしたところですね、皆さんあのフォロワーの皆さんからね、うん、財務省はこんなイメージだとか、うん、そういうね、環境省はこういうイメージだとかっていう、さすが人気 YouTuber、 いやいやいや素晴らしいですね。じゃあそれに私が答えていくと、はい、もう私の全て私の独断と偏見ですんで事実関係の抗議一切受け付けません異論認めません。異論認めません。はい、はい、分かりました。単なる決めつけですんで、はい、ね、だいたい傷つかないで、だいたいさあの財務省ダービーなんて某三流官庁、これでいうと五流か、もうすでに答え決めてるんですけどね、うん、五流官庁の、ね、皆さんとかね、あの番組で財務省情報で、ね、得てるっていうね、うん、官僚の皆さんが番組を見てるってことですか、まあ、五流の皆さん、はい、それは後ほど格付けしていただければと思います、はい、ね、はい、参考になりますとか言われちゃうし、はい、まずはあれじゃないですか、まあ、どんな省があるのか一回ちょっと羅列して見てもいいですか、はい、まずじゃあ総務省、はい、法務省、はい、外務省、はい、財務省、はい、文部科学省、はい、厚生労働省、はい、農林水産省、はい、経済産業省、はい、国土交通省、はい、環境省、はい、そして防衛省、はい、はい、以上ですね。こちらを格付けしていただきます。はい、ということなんですけど、じゃあ中間君の台本に従っていきましょうか。まあ、はい、あのどっからいきましょう。まずはですね、うん、やっぱりあの一流からまずちょっと皆さんが思う、もうツイッターのフォロワーの皆さん、うん、皆さんの SNS のフォロワーの皆さんがやっぱり思う一流の省はどこだということで、はい、まずはですね、うん、財務省、やっぱり財務省は、うん、一流だ。なるほど、やっぱりね、霞が関の中でね、うん、あの我は富士山、他は並びの山っていうね、聞いたことある。聞いたことはすごいよ、ね、あります、はい、ね、最強だと思います。最強だと、もう他全員、うん、俺以外全員同列と、もう俺は格付けに応じないというね。なるほど、すごい言葉、ね、と言われてるんですが、これね半分正解で半分嘘なんです。半分嘘ですか、うん、はい、というのはですね、財務省の中でも主計局という予算を握っている部署があって、うん、もう主計だけが絶対です。財務省の中で主計局っていうのは、そうそうそう、もう 主計局だけが富士山で、まあ、他は他の局並びの山です。そんなに主計局っていう権力が強いと。そうですね、財務省ダービーのおさらいすると、はい、まあ、大体、まあ、主計、主税、理財、ちょっと横に行ってるけど主計よりは下の国債、うん、まあ、あの番外の関税とあって、まあ、関税局に行ったらもう絶対出世できないと、うん、もう昭和47年頃には確定していた、本当はもっと先に確定してたんじゃないかというかわいそうな局があって、はい、なんかもう経産省あたりに移してやれよみたいな局もあるわけですね。そんな序列があるんですか。ある、はい、もう財務省の中でも序列があって、うん、まあ、主計、主税、これは決まりで、あとまあ理財、主計、主税、理財は決まりで、国債が俺は主税に負けてねえぜ、そんなことねえだろうみたいな、理財がお前は俺より下だみたいな争いがあるという、はい、その中であるんですね、序列の中で。そうなので、あの主計だけが、まあ超、まあ、財務省はもう超一流の上の最強です。超一流の中の最強、ただし主計に限る。ただし主計に限る、はい、ただしその主計はみんな恐れるんですか。みんな恐れてますね。なるほど、だいたい、まあ、政治家、主計局の係長って、まあ、下手な国会議員より上ですね。そうなんですか、はい、そもそも
国会議員の先生が上にいて官僚がその下で働くっていうイメージなんです。なんですかそれ。それ、それ学校で習ったんですか。それは幻想ですね。幻想です、はいはい、夢か幻を見たんじゃないですか。政治家の先生が偉いんじゃないですか。え、なんですか。え、だから自民党政治家の実力者の基準は主計局から予算を持ってこれること。そうだったんです。そうそうです。だから二階さんって国土強靭化とか言いながら予算分取ったでしょ、だから偉い。予算、予算で財務省もなんかね弁論部の後輩プレイみたいなことやって、はい、先生にはいつもお世話になってやりますからとか言ってて、でも舐められないように物腰柔らかに威圧するって、これができないと、まあ、官僚の中では出世できません。なるほどです。恐ろしいですね。恐ろしいですね。主権局なあ、まあ、はい、最強財務省最超一流のような最強です。ただし主計に限る。ただし主計に限る、まあ、はい、その他財務省は、まあ、普通の一流ですね。ああ、でもでもやっぱり国民が感じる一流には入ってる、はい、はい、でそんなのちょっとね、はい、どう、まあ、二流か三流なのが関税局というかわいそうな人たちで、関税局、はい、もうね、もうあまり聞いたことない、ね、わね、関税局ってかすごいですよね。もうなんかね、あ、関税局でもいいから本省に残してくれっていう人と、はい、関税局にいるぐらいだったら外を出してくれっていう、もうそういう扱い、いや大事な仕事してるんですよ税関やってんで、はい、なんでそこまで被差別局セクションになってんのっていう謎がある、はい、まあ、超体育会系なんですね、そこの序列。そういう序列がかわいそうに、はい、だから最近だと国税庁って植民地あるじゃないですか、はい、植民地なんですね、です国税庁、はい、あの分離して、もう二度と戻れ財務省って関係ないよって言ったけど、やっぱり財務省の植民地になった、うん、あとね、歳入庁分離しろとか言ってるよくわかんない人いるじゃないですか、はいはいはい、あれね偽物、偽物ですか、はい、あれ言う人ね、財務省のこと何も分かってないか、人を騙して商売しようとしてるかどっちかです、決めつけてください。だってあの大蔵省からあの税務省取り合えて国税庁を作って、うん、国税庁って今大蔵省の武器ですからね、うんうんうん、それもう一回やりたいの、何のためにってね、はい、うん、ということになりますね。じゃあ財務省だけでね、はい、あ、さすが超一流の上の最強、7分も使っちゃいました。次行きましょう。はい、次行きます。次はですね、まあ、イメージとして、はい、法務省が一流に当たるんじゃないかなって、やっぱり法律ですからね、憲法法律を決めてるを担当してる法務省がやっぱり一流なのかなって思いますね。あ、法務省はですね、まあ、五流官庁です。五流、実はただすごい面白い官庁で、はい、旗から見てると、はい、あのキャリア官僚って分かる？キャリア官僚、キャリアとノンキャリちょっとキャリア官僚っていうのは、はい、あの特権階級になる試験を受かった人です。昔は国一って言いましたね、はい、でそれ以外がノンキャリアと言われる人で、法務省はキャリア試験に受かった人がノンキャリです。なぜか司法試験に受かった人が真のキャリアで、この人たちだけが出世する、はい、だから司法試験受かってないで国家公務員試験しか受かってないやつはあのノンキャリです。だから法務省は異様なまでにね、あの司法試験受かった人以外に東大がいない。今年とかゼロじゃなかったかな。そうなんです、ね、だから東大法学部からあの司法試験受かってないのに法務省行くってよほどの変わり者ですね。そうなんですね。まあでもなんか法務省だったら司法試験受かった人がキャリアになるのはまあなんか当然かなとかって思っちゃうんですけど。そうなんです。だから、はい、あの司法試験受かってない人は国一だろうと思うにきゃあり、昔風の言い方だよね、うんうん、で検察庁はあの超一流です。検察庁が一流、もう日本の三権の一つですか。もう日本の裁判所って裁判やんないんで、はい、検察官が書いた通りに判決文書くんで。じゃあちょっと待ってください。日本の日本の裁何ですか、もう一回言います。日本の裁判所って仕事するの嫌なんで、検察庁が書いた通りに、検事が書いた通りの作文を判決にしちゃうんです。そうやって裁判所意味あります？ないですよ。だってスターリン時代の刑事裁判より有罪率高いんですもん。なんか90何%？ 99.99 か。つまり裁判してないってことですか？はい。検察がじゃあこういう有罪ですっていうふうに、はい、まあ、起訴したら、起訴したらその瞬間有罪です。だから1000人に1人か1万人に1人ぐらいは助かる。はい。あ、1万人に1人かな。それって法治国家なんですか？いや、それで問題がないと言い張るのが官僚の皆さんのへりくつですね、うん、まあ、そういうのでいいんですかっていうのが、まあ、官と民の関係で考えてくださいねっていうことなんですが、まあ、検察は別、まあ、もう別枠で超一流、超一流で、法務省のことをロジって言ってます。ロジスティックス、ロジスティックス。だみんなね、法務省に検察庁がついてると思ってる。一応制度上そうだって、はい、ところが実態は検察 の, あのおまけが飯炊きなんとかが法務省。
じゃあ歯車の一部、うん、そう体育会系のサークルでね、はいはい、飯炊き女がとか言ってすごい女、はい、女性部員差別するあるでしょ、はい、あれと同じです、うん、それが今の法務省なんですか。法務いやずっと戦前から名残は変わってないと全くその構造ねマッカーサーがやってきても関係なく続けてたっていうねすごい省庁そうな、うん、だ検察は、超一流ね、はい検察以外の法務は五流もうそもそも東大法学部生が行くわけがない役所そうなんですね、うん、法務省ってかっこいいってちょっとイメージありますからだから人気管理でも検察で出世する人は法務省で出世してるというなんか検察、ね、だから見えにくいで出世 してる人みんなね司法試験受かってると、うん、いう役所ですねはいじゃあ次行きますはい次行きます次に一流といえば外務省かなと思ったんですけど外務省はですねその、うんツイッターのアンケートで、はい、現実主義者だったり、まあ、語学が堪能とか、うん、財務省と同じくエリートなイメージがあるみたいな、はい、外務省はちょっとかっこいいみたいなイメージがあるそれはね見せかけですね見せかけはい一応ね外交って大事じゃないですかうんであとねまあやっぱり明治以降外交大事にさそれなりにされてたし、はい、なんだかんだちょっと明治はね話ややこしいんだけどでマッカーサーが来た時英語を喋れる役所が強かったんですよ当たり前の話、はい、外交官って英語喋れなきゃ仕事にならないですよ、うん、だから強くなった、うん、というイメージはあるんですが実態五流です五流ですかはいなんでですかね、なんていうんですかね仕事できないんですよ仕事できない基本的に、はい、で他の役所との権力闘争も勝てないから鈴木宗男さんみたいな人に、はい、なんか俗になってって頼みに行くというねまあとにかくね何かあるとドタバタしちゃう、はいというすごい役所なんですがじゃあなぜ一流と思われるのか、はい、ここにですね超一流でね外務省人柱っていう人がいる外務省人柱鬼滅の刃みたいなそうそうあんなもんじゃないあんなもんじゃないですかああはいすごい、まあ、そんなレベルじゃないです、はい、だってそういうね佐藤勝の外務省ハレンチ物語に出てくるようなことが氷山の一角みたいな世界にいながら世界中の優秀な人と戦ってるわけですよ、うん、それはもう世界最強ですよでねその五流の皆さんもう、はい保身と組織防衛に関しては超能力者保身と組織防衛に関しては超能力者もうその能力をねちゃんとインテリジェンス向けたらねモサドも MI6 も CIA も関係ないなるほど KGB もそれを保身に向けてるということですね能力をいやだってまあ言っていいのかなまあ、一応外務省の外れにいた人に心の中で考えていることをね当てられたことある超能力者ですそれは超能力者です俺それ誰にも言ってないのになとそういう人ばっか、うん、それはプライベートなことですかそれとも仕事のもちろん仕事のことで仕事のことで当てられたんだそういう人だからなんかね個体として危ない人いるわけだってすごいねいたなスキンヘッド、うんヒゲ、うん、ミッキーマウスのネクタイピンクのワイシャツっていう外務省の官僚が、はい、まあなんか個性が豊かな人が結構いるってことですね、まあ、あとよくわかんないけどね女性外交官意味不明にミニスカートの短さを競うってねそうなんですか、うん、なんそれ競うってどういう意味おしゃれだからとかですか、ねまあ、外務省ってそんなイメージありますねなんかフェロモン出してる人多いですよだから某写真週刊誌が本当かどうかって外務省の出勤前を、はい、なずっと写真で撮ってて本当だっていう本当にそんなことあったんですか、うん、ちょっとじゃあ皆さんググってみてくださいいやググっても出ないねあ出ないですもうだいぶ前のあそうですかところで、はいまあ、実際に霞が関でねコロナ終わったら待ち伏せしてるのがいいと思いますなるほど、まうん、ずっとなるほど出待ち大丈夫ですかお縄になりますね出待ちというか入り待ち、うん、入り待ちで出待ちならぬ入り待ちしてたら分かりますなるほどです分かりましたあ、まあ、外務省話し出すとね、まあ、佐藤勝先生の本読んでくださいとしか言いようがないんですが、はい、そんな中で人柱みたいに頑張ってるね、うん、あの石井菊次郎みたいな人がずっといるわけですよ外務省の中本当に超優秀超優秀なのがその人柱の一流そういうことですねはい、はい、分かりました、うん、じゃあ次、はいねうん、次外務省の次は僕次はですねイメージが総務省これは、まあ、二流なんじゃないかなって例えばオールラウンダーってイメージがあるんでんあとはですね総務省っていうと総務省出身の知事が多いっていうイメージで結構強い
省庁なんじゃないかなっていうのが皆さんのイメージですけれど、はい、ですね、まあそれは半分当たってて半分間違いで、なぜならば総務省って旧、自治省系の人と旧郵政省系の人が同居してるんですよ。はいはい、というのは橋本行革の時に小泉純一郎って人が内閣にいて、うん、危うく解体されそうになったんで郵政省ごと自治省に身売りして総務省になった。なるほど、まあ、あと総務省と、ね、総務省と自治省と総務省がくっつくのはまあ相性いいんだけど、なんでそこに郵政っていうんで、はい、なんでくっつけたかってそれ以外理由ないんですよ、うんうん、でまあ旧郵政系はまあ二流ですね。旧郵政系は二流で、旧自治省とかが一流ってことですか、うん、そうですね、まあ、旧自治省はもう一流、うん、まあ、警察は、まあ、まあ警察は総務省と関係ないこと建前になってますけどね、実態そうでもなくて。そうなんですか、まあ、なぜなら元をたどれば内務省なんで。なるほど、やっぱりね旧内務省って厳然と生きていて、はい、でまあ警察はね検察の次ぐぐらいすごいですよ。それは権力がもうものすごい持ってるってことですか、警察が。警察はすごい、さすがにね、いろんなもの持ってる、情報も握ってるし、はい、重要官庁だし、はい、うん、いうことですね。じゃあ総務省はまあ二流と言って、まあ一流旧自治部門はまあ我々こそが内務省の本流だって言って一流で、まあ、郵政は二流という、うん、で未だにね20年経ってもその差別厳然とある。そうなんですか、まあ、あの人は郵政系ですからみたいな。いや小西博之さんってね、みんなのアイドル小西さんっているじゃないですか、はいはい、ね、お前総務省だっただろうって言う、いやあの人は旧郵政系ですからってそんな差別があるんですね。ありますね、総務省の中でも。あります。旧自治省の自治省の方が上です、優れてる。身売りした側と買ってやった側の関係。はいはい、なるほど、ね、はいはい、分かりました、はい、じゃあ総務省はまあでも一流だということで、はい、はい、うん、次なんですけれども、はい、次はですね防衛省が、皆さんのイメージだと防衛省が優秀な官庁なんで、で何流だというふうにアンケートになったんですか。二流ですね、防衛省二流。例えばかっこいいとかタフだとか、 あとはいじめられっ子ですね。予算を、防衛費を上げたいけど、皆さん許してくれない、いじめられっ子、痩せ我慢のいじめられっ子で、まあでもやっぱ守ってくれるからかっこいいんじゃないかな。まあこれはね、法務省、まあ外務省、人柱以外と、まあ、検察以外法務省や人柱以外外務省と同列か下ですね。下、下、ね、とにかくあの権限と予算は削られて喜んでる、まあ、魔族官庁なんですよ、はい、いじめられっ子は合ってるんですね。それ合ってますね、はい、でしかもかわいそうなことに他の省庁と戦わないどころか、うん、そうやって私は権限と予算を削る人間です、アピールした人間だけが出世できる。防衛省の中で、はい、防衛省、まあ、防衛省と自衛隊って他の国と違って同じものなんで、はい、普通はね、あの人物金をつける防衛省と、ね、あの自衛隊にあたる軍って別組織なんだけど、うん、一緒なんで。日本は一緒なの。一緒です。なんでですか。いや軍隊がないんで。それは建前で、もう実態として組織上あんま変わらないというか、一体のものなので別組織になってない。まあ、あえて言うなら、まあ、防衛省が、はい、あの公務員試験で会でしか受かんなかった人しか来なくて、うん、で事務次官なんて長らくね財務省で事務次官になれなかった人が来るわけですよ。植民地だったわけですよ、うん、本省は。でその下に自衛隊がいて、はい、っていう、まあ、自衛隊自体がもうかわいそうなもう組織で、やっぱりね権限と予算を削られて喜んでる人が出世するって時点で五流なんですよ。なるほど、あ、五流なんですね。五流です。五流なんですね、はい、二流だと思ってましたけども、アンケートのそれは褒めすぎですね。褒めすぎです。他の省庁失礼。ちなみに、うん、なんで防衛省はその防衛費の予算をもっともっと引っ張ってこれないんですか。いや、そういういじめられっ子とかですか。それはそれでいいんですか。いやだからもうなんていうんですかね、もう自由に物言っていいよって言って、言った瞬間首をはねられるのを怖がってる。もう毛沢東を恐れる文化大革命期の幹部みたいな。そんなレベル、そんなレベルですか。そんなレベルですよ。そのレベルだから五流だということですね。うん、だって経済財政諮問会議に唯一あの人をよこさない官庁だったり。そうなんですね、うん、っていうね。いやまあ下手すら移す価値なし、そもそも霞が関にいないし、一ヶ谷だし、一つだけ一ヶ谷ですよ ね、 ですね、はい、なるほど、わかりました。じゃあ移す価値なしかもしれない五流だって。まあそうですね、はい、はい、わかりました、まあ、とはいうものの総合的に勘案すると、はい、まあこの人たちいないと成り立たないし、ええ、が人柱によってね、よくこの状況でクーデターやどころか暴動の一個も起きないなっていう、うん、
それは組織運営がうまくいってる。いや、人柱がいっぱいいるだけですよ。だからさっきから言ってるけど、防衛と外交は、ね、人柱で成り立ってる。なるほど。基本的に日本ってね、人柱で成り立ってるんですけど、人柱率がものすごく高いのが外務省と防衛省。人数以上に防衛省は、兵隊さんみんなね人柱で頑張ってね言われた通りやるけど、はいはい、外務省もノンキャリの人はみんな人柱ですね。そうなんですか、うん、だって杉原中根だってそれ知ってる、はいはい、杉原中根だってお前早稲田しか出てないからノンキャリだって言って、うん、もうコミンテルにスパイしてたような凄腕外交官ですよ、うん、みたいな人がなぜかいる。外国人からしたらなんでそんなところに日本人は行きたがるのって不思議でしょうがないという、うん、そういう人たちが日本を支えているってことなんですね。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ次に防衛省の次はですね、はい、厚生労働省。これ比較的中尉より上っていうね、評価が皆さんありますね。例えば利権、まず規模がでかい、厚生労働省は、はい、仕事量が多くて、高齢者とかシルバー利権があると、うん、年金だったりとか、うん、ただ仕事量が多いブラックっていうイメージが皆さんにあるそうです。はい、まあ四流ですね。四流ですか。四流ですね。下の方ですか。まあ五流スレスレ、かなり下じゃないですか。かなり四流ですね。はい、こいつらなんでですか。まあそもそも仕事ができないから分離していった、はいはい、仕事がもう労働問題巨大になりすぎて、はい、まあ、内務省が出ていったし、はい、厚生省も出ていったし、はい、みたいな、まあ、それをまたくっつけるっていうのが頭おかしいんですけどね、はい、うん、まあ、それを置いといて橋本龍太郎って人が一つになってらね、権限争いは起きないだろうって意味不明な理由でね、はい、でね、もう 厚労省の厚生系の無能さね、もうコロナで分かったでしょ。なんでこんなもんしなきゃいけない。行ってみな、もう厚生系の役員に行ってみな、もうこれ何のためにあるの。一応やってやってるけどさ、ね、何のためにあるのって言ったら、つらつらと、まあ、文で返されるってことですよね。うん、でそれが日本語になってないし、日本語になってないってことです。まず医者の中で一番の落ちこぼれが厚労省に入って技官と称される人になるわけですよ。はいはい、はい、おみしげるね、はいはい、バカでしょあいつ。頼むから人間の言語で喋れみたいな、はい、そのもうなんつうの、まあ、迷惑のかけ具合で言うと、まあ、日頃の外務省を一気に突き抜けたと、はい、いう、うん、まあこれでも穏健にねカメラ回ってるから抑えてますけど、うん、まあ人間じゃない生き物、うん、それは厚生労働省じゃなくて、厚労省なのは特に厚生系、厚生系の、まあ、だから、まあ、外科とか内科とか眼科とか皮膚科とかに行けなかった人が厚労省入る、はい、というふうに木村盛雄さんが言ってました。そこはちょっと責任転嫁を。いやでもそれね、本当ね、もう厚労省の厚生省の技官なんてウィキペディア以下の科学知識とか平気で言ってるもん、あの人。そうなんですか。そう、はい。で四流だということで、もうコロナで懲りたでしょ。そうです、ね、42万人死ぬの。死んでねえじゃん。でまだねこのままねマスクを外すと10万人死ぬって、じゃあ実験してみるよ、死なねえよって、まあ、正直今回のコロナ禍で厚生労働省何してんだっていう声は結構多い。いや日本を破壊してるでしょ、はい、分かりやすいじゃん、はい、いや彼らがまともな仕事をしてると思う方がおかしい、うんうん、日本の官僚がバカってね体を張って証明してくれてんじゃん。まあ、労働系はねあんまりよく知らないですけど、はい、うん、厚生系はひどいってことで四流、まあ、労働系はねそこまで迷惑かけないけど、厚生系は本当に迷惑かってるね、はい、労働系は三流にあえてもいいか、おお、うん、はい、まあっていう感じですね。で、はい、厚生労働省ということで、うん、はい、はい、じゃあ次は経済産業省。あ、これが一応厚生労働省と同じぐらいかなっていう。それはね K さん切れるよ。それはね K さんの人切れるよ、はい。まずじゃあ経済産業省のイメージとしては、うん、コロナでまず暴走、はい、うん、補助金ばらまき、うん、あとはまあそんなイメージが皆さんの質問の回答にありましたね。うーん、はい、とはいうもの経産や財務省にそこまで責任問うていいかなとい う、うん、もう世論が出来上がっちゃったんで、うんうん、もう乗っかるしかないみたいな。うん、そうなんです。じゃあフロントって感じなんですか。フロントというかもう誰も逆らわない流れができたから、それに乗って自分の権益守ろうって。あ、経産省ってね実はほとんど権限ないんですよ。はい、ないんですか。うん、この前なんか西村大臣が、うん、あれは経済財政担当大臣、担当大臣、もしかして内閣府の経済財政担当と経済産業省ごっちゃんしてた、はい、ごっちゃんにしました。あ、なるほど、全然違います。違いますか。うん、経産省そんなひどいことやってたかな。
はい、で経産省っていうのはなんか他の省庁からと喧嘩して権限を奪っていく、そういう役所、通産省の時代から。まず通商派と産業派が争いがあって、はい、産業派っていうのはTPP 母国論みたいなね、はい、ああいうなんか社会主義者ですよ、うん、で通商派っていうのは我々がね、うん、企業をね導いてあげるんだみたいな、うん、まあ少しは話が産業派よりは分かる人みたいな、うん、じゃあまともな方が多いってことですか、という人もいるけど、あれをね最大限美化したら官僚たちの夏というね白山三郎のファンタジー小説になるわけですねじゃあ何流ですか、つまり経済産業省は、まあ、経産省自体一流ですよ。ちなみに、まあ、東大生が受かっていくところは、まあ、検察官になりたい人は、まあ、法務検察で別枠として、はい、まあ、財務経産ですよ。財務経産総務結構じゃ上の方なんですね。そうですよ、人気なんですね。いやだから一時期は通産省は大蔵省のライバルだみたいなね幻想がまき散らされて、はい、大蔵省の方は何の話ですか幻想なんですね。それ主計以外のうちのことですかみたいな、はい、まあ、それはね主計以外だったら通産省で出世した方が偉いですよ、はい、やっぱ主計さん別枠なんで、うん、ということですね、うん、官僚をこう超越した存在だってことなんですね、主計は。主計さん、まあちょっと多分並びの山ですから。だって本当にプレイヤーとアンパイアの関係、主計局ってアンパイアなで、通産省はそのプレイヤーの中で他の役所と喧嘩して権限奪いまくって、うん、なんかさも大蔵省と同格のようなみたいなイメージを作り上げた官庁と。そんな格差があるんですね、うん、ということでね、もうあとね武器管理の権限なぜか持って経済産業省、はい、武器管理それは防衛省、はい、って思うでしょ、はい、武器管理ってすいません、何の武器管理ですか。武器あの武器ですか。そう、他に何か武器ある。いやだから防衛省だと思ってましたけど。いやだから防衛省、それくらい防衛庁の時に通産省負けちゃって取り合えられちゃった、はい、でしかもね軍事関係者が言うには、はい、それ経産から防衛に移すとうまくいかないからって。そういうことなんですか。もう自衛隊にやらせるとろくなことないから。そうなんですね。それはだから五流って言ってましたよね、防衛省は。そうだから通産省なんかね、もうみんなが想像する官僚そのもので、予算と権限をいかに奪い合うか、うん、っていうね、ナーバリシティが強すぎる役所と思われてるんだけど、うん、防衛省自衛隊それ持てやと、もうレベルが違いすぎる。ね、それでもう通産省って昔からお行儀が悪いって言われてたぐらい、はい、まあ、強かったんだけど、それを査定するのが大蔵省主計局っていう、こういう関係ですね。なるほど、はい、まあ、経産省自体は優秀だった、ね、でも最近はね元気ないね、うん、やっぱりね橋本行革の時に大蔵省の看板取り合いちゃったんで、うん、それも睨まれちゃって。なるほど、はい、はい、じゃあ次、うん、次はですね、はい、国土交通省。あ、これは分かりやすく二流です。お、二流ですか。総務省の旧郵政と同格ですね。結構じゃあ高いですよね、うん、やっぱり運輸省と建設省がくっついてきて、はい、郵政省と利権官庁って言い方もあるんですよ。なんかイメージでですね、アンケートのイメージでタクシー利権とか自動車の規制、うん、車検の、まあ、利権だったりとか、いろいろ利権が大きいのが国土交通省っていう、うん、皆さん思ってますけど。だから政治家が大臣になりたがるポスト、まあ、トップ3みたいな、いきなり大蔵大臣になれないんで、うん、まあ、ちょっと1回長官やったら2回目の大臣でここ行けたら俺の人生、まあ、よかったかなみたいなのが、その旧運輸、旧建設、旧郵政で、まあ、大体霞が関での格付けもまあ中ぐらい、中ぐらい、中の上、上の、ちなみに中の上か上の下、はい、公明党の大臣がこれ毎回大臣になってますけれども、国土交通大臣、はい、うん、それは何か理由があるんですか。まあ、一つには利権が集中していることで、はい、自民党の議員にやらせたら何してかすか分かんないこと、はい、あと意外と安全保障関係が詰まっている。なるほど、つまり公明党は優秀だからここの大臣のポストを得られるってことですか。もう指定席になってね、前は厚労省ですよね、うん、やっぱり公明党って福祉の政党なんで、はい、厚労は抑えておきたい。なるほど、ね、はい、ここですね、はい、福祉の政党なんですね、はい、総合学会の皆さんね、福祉環境ありますからね、はい、が関心ありますからね、はい、はい、これは国土交通省でした、はい、はい、次はですね農林水産省。これは結構イメージとしてはちょっと下の方の何流、意外と
四流とか意外と印象が薄い。まあそうですね、 TPP の時はちょっとあ目立ってましたけれども、印象薄い、何してんのかなっていう、うん、あ、まあ相対的に言うとその通りで、はい、一言言うとカッペですね。カッペ、カッペカッペ、いや本当にね、大蔵省の人とかそう呼んでますか、あいつらカッペだからって、田舎者もう田吾作とかカッペとかね、すごい久々館長、まあ、厚労省よりはマシみたいな、はい、どっちかなみたいな。一時期はね、農水厚生法務が三馬鹿館長って言われてましたよね、うんうんうん、だから東大生が行かない館長。そうなんですか、うん、いや別に、ね、仕事が重要ってわけじゃないんですけど、うん、それはね、かわいそうなところがあって、うんうん、あの自民党の議員って昔はもう農水にものすごい、これ以上ないほど関心があって、死ぬほど実力者がやってきたんですよ、うん、だから政治に振り回されて自分たちで決めれる裁量がなくなっていると。なるほど、政治が強いんですね、ここは。そこはね、やっぱね、建設運輸優勢はうまくやったけど、農水はそれができなくて、その3つ。いや、霞が、あの、自民党の大臣になりたいんで言うと、その3、あの、旧国交や、まあ、総務と、うん、まあ、変わらない、まあ、旧建設運輸優勢と変わらないんだけど、うんうん、官庁の格付けとしてはどうしても下がっちゃう。なるほど、官僚の中だったら、ちょっと低い方なんですね、にされて、格付けだと。いや、まあ、東大法学部生が一人もいない木とかあるし。そうなんですね、そんなに人気ないんですね。うん、ですごい話があって、はい、東大法学部生が、うん、あの受験に行ったら面接がメインなのね、はい、あの官僚になる試験で、はい、農水省は次官以下、あの次官局長以下トップ8人がずらりと並んでた以下が、うん、で、経産省に行ったら、はい、次官はいたかな、4人並んでたと、はい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 、外務省に行ったら局長2人だったと、うん、で財務省に行ったら課長が1人もう見事なまでに官庁の力関係が、だから財務省の、ね、半分が外務省で、その半分が経産省で、うん、その半分が農水という力関係、それぐらい弱いってことなんですね。でさらにもっとひどくて、財務省はそいつが何番で受かったか知っている、外務省はそいつが上位で受かったかどうかを知っている、はい、経産省はそいつが受かったかどうかを知っている、農水省はそいつが受かってるかどうかは分かんないそれはもう防衛省ぐらいいじめられてるじゃないですか。いや、もっと防衛省はもっと下。ああ、そうなんですね。これよりそれ言うと農水に怒られる。すさまじいですね、その体育会のシステムが、条例、うん、カースト制が、はい、こんなにね格が、ね、違うんですね、うん、まあ、一応テリー伊藤の本に書いてあったんでね、まあ、講義はテリー伊藤ね、はい、テリー伊藤さんね、はい、分かりました、はい、倉山先生は責任転嫁ということで、いや、私はね文献と情報に基づいて言ってるだけなので、はい、一切責任講義は負いません、はい、よろしくお願いします。結構ね、財務省ダービーではないんだけど、ダービー見てブログとか書いた人が、うん、この人は左遷されたって書いたら、本人からで、ね、おい、私は左遷なんかされてないって講義が来たりそうなんですか結構気にする人たちだよ、はい、出店は大丈夫ですか、チャンネルクララだって。全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか、うん、はい、わかりました。いや、うち俺が言ったんじゃないか、はい、いや、その人独自の研究で、この人は左遷されたって書いたら、なお、いろいろメール送ってきて、楽しいなっていう、大変なことになってる。某 Z って役所ですけど、某 Z もう言っちゃってますね、え、もう子供が学校でいじめられるみたいな。そうなんですよ、そんなこと狙ってないからみたいな、はい、それぐらいこれは影響力があるってことで、うん、はい、じゃあ密かに、はい、次にいきましょう、はい、農林水産省の次は、うん、まあ、もう本当あと残す省は2つですね、はい、はい、次に文部科学省、これはですね、もうこれ文、あ、何何、一応聞くとこ、はい、一応イメージとしては五流、うん、はい、まあ、例えば自虐史観とか、はい、まあ、教科書がひどいだとか、うん、まあ、あの教育現場を実際には知らないだろうみたいな、うん、そういうような、はい、うん、アンケート回答がありました、はい、何流でしょうか。いや、もう五流ってその通りかもしれないけど、まあ、私もね、自分たちを二流館長と思い上がってる五流館長とか言いましたからね、間違いではないですよ、はい、ちなみになんでかっていうと、いや、我々は二流館長だからって自虐的な館長であるってね、まあ、どういうことですかそれは。文部の人にインタビューしたらそういうこと言われるみたいなのが、昔の別冊宝島とか載ってたの、はい、それで思いついた、自分たちを二流だと思い上がってる五流館長と。あ、ちなみに外務省のね、ムカつくやつにね、黙れ文部以下の五流館長って言ったらね、はい、全然関係ないとか、すいませんって謝っていや、あなたは人柱だからいいからと、はいはい、こっちに行ったからとそれぐらい、まあ、文部科学省は本当にひどい。どこがひどいんですか。というか、もう移す価値なし、移す価値なし。いや、というか一応ね、外務省
っていくら言われてもないと困るじゃないですか、はい、で功績もあるわけですよ戦後、はい、いろいろね、はい、外務省、うん、いろいろだってもう何だかんだって人柱の人がいて日本国を持たせてるわけよ、うん、文科省の特、まあ、かあちなみにね、なんで文科っていうと、あの橋本行革の時に科学技術省と一緒になる時に、うん、お願いだからあいつらと一緒にしないでくださいって泣きわめいたけど、いや経産省が一緒になってくれなかったという。あ、そうなんですね、うん、なんで一緒になってくれなかったんですか文部科学省。なんででしょうね、やっぱ文部と科学行政は一体であるべきだみたいな時のリーゼントのポマード頭の首相が決めたから以外に、もう橋本教育ってね、はい、なんかいいことあったっけみたいな悪いことだらけで、ちょっと真面目に検証しなきゃいけないんですけど、いや文部省って戦後何一ついいことやってないか、何してました、何かやった、はい、だってね、いやゆとり教育ぐらいで止まるかと思ったら、いやもうそのね、共通一次をセンター試験変えたのは意味なくて、また今度わけが分かんない、ごちゃごちゃしてますね、意味不明になったでしょ、うん、ゆとり教育で終わったかなと思ったら、なんかダンス必須とかね、意味が分かんないでしょ、いやその語り出したらいくらでも言えるんですけど、女子は柔道必須とかありますよね、剣道柔道ダンスっていうね、はいはい、それ言い出したらきりないんですけど、うん、もうほんとすごいですよ、しかもその時の言い訳が、じゃあ60の体育の先生がダンスできるのかって言ったら、いやそういう風にね、できないところを見せるのが教育だってわけが分かんない返事が来ていや結局現場ではダンスの授業の時だけ外部の先生呼んでやるわけっていう義務教育ですよね、だから大学の時出席取った、はい、取りました、私の時ないから、あ、そうなんですね、だってバブル期の学生なんで、試験さえ受ければ試験受けて点数が、まあ、60点超えてたら単位くれるというね、だから授業中おしゃべりするやついない、最初から出ないから。なるほど。ところが文科省がなんかね、大学生絶対出欠を取るべきだとか言って取り始めた慣れの果てがこれで、私も国士官でねちょうど教えてましたけどね、あの仲間くんよりちょっと上ぐらいかな、だから仲間くんの時そういうのね、自分の運命わけが分かんないところで決まってて、しかも15回絶対やれとかね、そうなんですよ、だから出席したら逆に単位もらえちゃうんで、逆に勉強しなくなるってことがありますね、テスト前にどうせ出席点もらえてるからこんなもんでいいだろうって言ってこうテストを受けます。でも文科省のやつらってもうそういうのね、霞が関で決めて全国の大学に通達出して支配することを喜んでて、結果、ね、どうでもよくて、だって8月15日より後ね、授業やってると終戦記念日とかねでもそれに何の意味があるかって全く考えない。なるほど。だから政策の効果の測定が全くないどころか全く反省せずに、もう好き勝手やって、つまり文科省ってね、日頃ね、他の役所から馬鹿されてるわけですよ、もう下には防衛だけぐらいの、うんうんうん、外務省ってやっぱりね、中身いくらひどくても、うん、まあ大蔵通ね、名門官庁なんで、上の方ってことですね、だから下には防衛だけなんですよ文科って、だからもう霞が関、まあ国務院試験ね、ビリで受かったやつが行く官庁なの、文部科学省が、はい、じゃあ非エリートってことですか、だから本当ビリでしか受かんなかったやつらが行く官庁だから馬鹿されてんで、でも一応官僚だから権力握ってんじゃないですか、はい、だからノーベル賞を取ったがね、大学の学長とかを呼びつけて廊下で立たせるとか言ってうさばらしや、本当どうしようもない。そうですね、まあ、下が2番目なんですね、五流。いやというか最低でしょ文科は、はい、何も実績ないし無能だし個体としておかしいし、うん、っていう。で天下り数だけナンバーワン、それはもう国民はもう、だから大学潰れないわけだから、必ず文科の天下りの役にいるしね、うん、大学に。だからもう本当防衛省と文科省が双璧ですね。ガンですかじゃあ。まあ無能さに限っては人柱以外外務省。だから日本の官僚優秀っていうのは外交と教育と防衛以外。なるほど。まあ厚労省ね、今まで邪魔しなかったけど、コロナ禍でそこの仲間入りというか突き抜けたかもしれない。コロナ禍は相当だったんですね。まあ論外ですね。はい、はい、まあ文部科学省はだおみしげるみたいなのがね、長領ばっこしてる感じでしょ、厚労省で、まあそれと同列が文科。はいはい、わかりました。じゃあ次に最後なんですけれども、はい、皆さんのイメージで一番最後の、格付けで一番最後だろうっていうのは、環境省っていうのが一番多かったですね。でイメージが小泉進次郎、レジ袋、以上みたいな、もうなんかアンケートするともう皆さんそういうイメージで、それ中間くんのツイッターのフォロワーだからじゃないわかんないですけども、そうですけど、いやでも、まあ、結構小泉進次郎
良くも悪くも小泉さんが環境大臣になったことは環境省 の、 その 有名度を上げたっていうのは、うんまあ、これはいいことなのかなと思います、ね。まあ、普通に三流官庁ですよね。三流ですか。いやまあそれはまあ国交省とか総務省の旧郵政系にはかないませんが、厚労省とかよりはよっぽどまともですよ。まとも、はい、というのは環境省って独特の役所で、はい、まあ公害問題が大変だった昭和40年代の佐藤内閣かな、はい、できて、でね、三木武夫っていう、うん、あの官僚嫌いで有名だった政治家がいたけど、環境庁だけは反権力の役所だって喜んでた。そうなんです。じゃあ気候あの骨があるというふうに言われてて、まあ長省じゃなくて長だから、まあ、格付けは低かったんだけど、まあなんていうんですかね、他の役所と、はい、まあ毛色が違うみたいなところから始まったのが、うん、竹下登っていう人が平成に、まあ、利権官庁を変えちゃったんですね、はい、まあそのなんていうんですかね、まあ、旧郵政とか建設とかにやっぱ環境って利権になるんだよ、うんうん、っていうので新環境族っていうのができて、その勢いでまあ省になったと、うん、2001年ですね。ですね、はい、はい、ということなんで、まあうん、まあちょうど真ん中の役所、はい、でなんかね、確かにあのレジ袋の話っていうのは、はい、まあ我々から見た無能なんですけど、喜んでる国民もいるわけなんですよ、うん、であのとにかく官僚っていうのは権限を強化すること自体が優秀と評価されるんで、はい、まあちょっとね、まあレジ袋だけで簡単には言えなくて、今少なくとも今程度の話はしなきゃいけないんですが、うん、まあちょうどど真ん中、うん、典型的な官僚と思っていいんじゃないですか。今あみんながイメージする官僚、優秀な官僚の官僚ってこんなやつ、優秀かどうか、まあ、官僚ってこんなやつみたいな、はい、そこまで強くないけどそこまで弱くないみたいな、はい、こんなもうだから環境省は無能なんじゃなくて官僚ってこんなもんっていう、うん、そういうふうに思っていいんじゃないですかね、うん、はい、はい、一応全部これもう省は言ったんですけども、栗山先生別枠で、うん、内閣統制局というもの、はい、あるって聞いたんですけど、中間君さすが優秀な栗山塾生よくぞそこに気づいた、はい、ね、内閣法制局、うん、そう、内閣法制局って何ですかって言われて、まさに来年の7月に、ね、内閣法制局の金言題して本書こうと、ね、来年の7月にやってる、はい、4年がかりの対策になりそうなので、ね、そんな書くことってあるんですか、内閣法制局何ですかというのは、あの私の話って今日ここまでの話って、あの霞が関にいる人はポジショントークを抜きにしたら大体みんなね納得するんですよ、うんうんうん、だから法制局だけ得体が知れない、得体が知れない、うん、例えば財務省と法制局の関係でいうとなんかスキルな財務省なんですよ、はい、でも法制局がダメって言ったら決まりなんですよ、ともうそれ通らないんですよ。それだどっちが強いのっていうと、その法制局って何の推進力も持ってないんで、あの財務省の方がリーダーシップに着目した最強なんだけど、はい、まあそれに対して法制局がダメって言ったらもう通らないんで、財務省は法制局にお伺いを立てるという関係なんで、はいはい、なんていうのかな、実際の軍事力を持っている神聖ローマ皇帝が財務省だとしたら、はい、あのローマ教皇が内閣法制局みたいな感じ、拒否権持っちゃった、そうそうそう、どんな仕事をしてるんですか内閣法制局で、うん、はい、法律の審査、法律の審査、だから政府が提出する法案に矛盾がないかを審査する、ただそれだけなのになぜか法制局がダメって言ったら通らない。法律って国会議員がこう作るっていうのが、はっはっはっ、はい、法律は議員立法ってものすごい少ないですよね、提出して例外ですよね、それなんかすごい例外を一般化するのよくないと思うんですなんかひろゆきさんみたいな人がいると思いますけど、あひろゆきだと思いました、うん、そうなんですか、違いますよ、国会議員は立法するってのが仕事だと思ってました、うん、まあそれは例外ですね。そうなんですか、まあね、元法務大臣の山下隆さんみたいなミスター議員立法みたいなね、はい、だって10本作ったらミスター議員立法って言われる人なんで、はい、じゃあ他の人はっていう例外中の例外なんで、はい、うん、じゃあ内閣が出す閣法っていうのが主なんですか。それって官僚が作るんですね、はい、各省庁が大体どういうふうに法律でできるかっていうと、はい、まあ、なんとか省の役人が作って、うん、でそれがその省で、まあ、決定うちの省の方針にしますっていう話になって、うん、でそれで自民党とか公明党とか他の役所とその過程で調整し、で最終的に閣議でじゃあ政府の、ね、法案として出しますっていう直前に法制局が OK って言ったら大丈夫、
OK って言うんですかそこで、うん、NG も言う。ちなみにね明治以来かってか許可のかってかってハンコパンって随分上からですね、うん、なるほど。確かそれ今も使ってるんじゃないかな。じゃあどんなに政治家がなんかいろいろ官僚とやってても内閣法制局がダメだって言ったらそれどころかね、はい、なんで村山富市が社会党の首相になって自衛隊もね、うん、あの安保も日の丸も君が代も全部認めたかっていうと、うん、村山さんが首相になって、うん、さあ、 あの我が家の春だって言ったらいきなり当時の法制局長官がつかつかと訪ねてきて1時間ほどお時間取らせていていけないでしょうかと、総理は本当に今までの社会党の首相である、安保へ意見自衛隊意見に、日の丸君が代は国旗国家ではないということを、ね、お話になるつもりでしょうか。いや私官僚の分際でねそれ以上言えないんですけれども専門基本的技術的な立場で、事務方としてものを申させていただくとするとですねもしそれをやった場合は各々近々トラトラウバウバの大混乱が起きますけれど総理がそれでもやるというならば私は止めはいたしませんが政治判断ですのでともうそれはもうやるなってことでそれで1時間経って法制局長官が勝ち誇って出て行って官房長官に予定建設大臣か一番の側近の野坂幸健呼び出して村山さんがもう半泣きになりながら野坂ダメだあいつらを敵に回したら無政権は3日で潰れるそんなに強い機関なんですね、うん、だから別枠なんですか。別枠財務省より下手したら上かもしれない。だから何をもって上下とするかで、うん、だからあのなんてお互い喧嘩しないようにしてるんだよ。なるほど。ただし財務省の武器って予算でしょ、うん、法制局ってあの予算いらないんで人件費しかないんで、うん、しかも人件公務員の人件費って人事院通さなきゃいけないんで勝手に削れない、うん、はいはいはい、はい、一応人事院も財務省の植民地なんですよね、うん、あごめんなさい、うん、人事院と人事院ねそれ、はい、あと人事院と会計検査院が財務省2大植民地って言われて直轄領って言ってたな直轄領、ね、直轄領みたいな、うん、はい。ねまあ、防衛省とか旧防衛庁とか旧経済企画庁とかは、まあ、あの植民地、うん、なるほど。だから会計検査院 と、人事院が審判で、はい、防衛庁とかあの景気庁は不代大名みたいな不代大名、ね、これは仁一行さんの表現ですよね。味方なんですねという関係ですね、はいはい、こんなんで分かったんでしょうか、はい、霞が関の、はい、じゃあ最後にドドンと出しておきましょうか、はい、霞が関格付けチェック格付けチェック、うん、まずじゃあ最強の一流超一流 が、まあ、財務省、財務省ただし主計に限るただし主計に限る、はい、次あ、まあ、別枠で内閣法制局、はい、で別枠、はい、で次にが次の超一流が外務省ですか検察、まあ、そうですね外務省人柱と検察ですね、うん、はい、はい、でその次が一流が経済産業省とか、まあ、その他財務省それは総務省の中の旧自治系、はいねはい、が一流一流で、はい、二流が、はい、国交省と総務省の旧郵政系、はい、で三流が環境省四流が、まあ、農水厚労、うんまあ、労働はね三流に上げてもいいですよね、うんはい、もう連帯責任で四流ですね、はい、構成がやらかしまくって、ね、構成が今回やらかしまくって、はいはいまあ、今回に限ってはねまあ移す価値なしの下の縛り首縛り首なんてあるんだ。まあ作った方がいい、ね、作った方がいいですね、はいはい、で五流が検察以外法務、はい、防衛自衛隊それから人柱以外外務、はい、で移す価値なしが文科文部科学省はいはい、こちらが以上の、霞が関格付けチェックと、はいね、私ねもう闇市どころか昼間に殺されそうだ、ね、でも現実ですからねこれが独断と偏見じゃないっていうことですよね。一応客観的に見てもそう一応証拠は出せますけどね、はいうんまあ、とはいうものの、まあ、どこの省庁にもねまともな人もいればそうじゃない人もいますしね、うんうん、そうですね。いややっぱりね官僚っていう人官僚機構なんてものないんですよ。官僚機構がないっていうのはまだちょっとそうだってここに挙げられてる人たちはそのもう我々が官僚機構と見てる一塊の中で差別し合ってるっていう。だって財務省の中で主計局入って事務次官になってさらにその天下り先で俺はドンだぜみたいな、ね、もう財務省にはドン中のドンっていうのもいてさらに歴史上はドン中のドン中のドンっていうのもそこまでいくともうわけわからないですけどいやだからずっとランク主義で生きてるんですよあの人たち。
でもその出生とか権限を振るうとかじゃなくて、で逆に今日の話でね、これだけは共通しておきたいのは、はい、ちゃんとした人を評価してるわけですよ、うんうん、それが日本を支えてるちゃんとした人柱。そう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 、だって日頃の財務省ダービーだってけなすこともやってますけど、おちょくったりもしてますけど、褒めるとこ褒めてるし、政策論しか言ってないわけですよ、うん、ということでね、やっぱり国民が官僚機構を勝手に、ね、人得体の知らないものと恐れるんじゃなくて見てるよということで、まあ、今ね民より官が強くなりすぎてるんでね、うん、こういうよくも悪くも冷めた目の肥えた国民が増えないと一般良くならないなと。で実際にこうやって叩いてあげないと霞が関の中のまともな人が仕事できない、うんうん、っていうことはね、真面目に強調しておきたいと思いますけどね、はい、そこはしっかりと、はいはい、それでは霞が関格付けチェック以上です。ありがとうございました。またやるまた何ヶ月後かに選挙がちょっとまあ別の番組でやると、はい、じゃあ中間くんもね、またチャンネルくらいでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。